久保さん、僕の方で繋げておきましたよ。で、やっぱりその、まあ、ソフトバンクすごいですよね。まあ、2年前ぐらいかな、ソフトバンク倒産するんじゃねえかみたいなね。まあ、動画、1年前だったかな。まあ、結構ね、あのー、アップロードされてましたけども。どうでしょうか今、今。4兆円ですか <laughs> ま、やっぱね、あの、先見の目というか、うん、初心者が、 っってて言も仕方ないってことですねやっぱ僕ソフトバンクのあの2010、2000何年かなもう6年前ぐらいからの決算発表だったりとかまあ最近聞いたんですけどやっぱ一貫してるんですよねうーんだからそのなんかすごいなと思いますねあれはうーんでしかも今は AI にもう一点張りだみたいなね AI の 企業にもうガンガン投資してるっていうね。AI を使ったね。だからまあ、本当はまあ、ソソバンクグループはすごいことになると思いますね。うん。で、やっぱその、うん、まあ、一般の人がね、じゃあその、大企業にこう投資するとかね、難しいじゃないですか。じゃあ、これからその、何が求められるのか、 何はなくならないのか、逆にね。とか、そういうのを要素を考えていくと、僕はもうインターネットしかないと思いますし、YouTube しかないかなと思うんですよね。うん。で、久保さん、いこれ面白い DM が来て、まあ、タイトルこれにしような、しようと思ったんですけど、これね。はい、始まりはこの封筒からでしたと。<laughs> これね、開いちゃいましたね。<laughs> 始まりはこの YouTube からでしたにしておきますよ。 こ,この DM うまいなと思いましたけどね。開いちゃいましたね。まあ、こう不動産の,の DM でしたけど。<laughs> 始まりはこの封筒からでしたっていう、これ、いいコピーですね。そう。まあ、久保さんもね。まあ、僕も、まあ、YouTube がなかったら多分今ないと思うんで。まあ、Google ありがとうですけど。うーん。だからまあ、あの、決めるにしても何を決めるかによって人生変わっちゃうので、 ま、さっさとね、あの、自分で考えて、まあ、これからなくならないもの、これから伸びるもの、それを考えれば、まあ、答えは出せるんじゃないかなと思いますけど、いかがでしょうか。えー、始まりはこの YouTube からでした。いってらっしゃい。